東温市の山の内小学校跡地にこのほど野球場が完成し、3月29日に記念式典が開かれました。この球場はマドンナジュニア愛媛のホームグラウンドとして今年3月に新たに完成したものです。マドンナジュニア愛媛は県内で1チームしかない女子小学生の軟式野球チームで、2010年に結成されました。チームは結成以来専用の練習場所がなく、川之江や大洲などに遠征して練習していたとのことで、選手にとっては待ちに待った専用の球場です。この日の式典には選手や地元の住民などおよそ80人が参加しました。皆様方の温かいご支援とご理解を得て、このグラウンドができたということ、東温市民を代表いたしまして心よりお祝いを申し上げたいと思っております。皆さんの熱い気持ちがこれからの素晴らしいプレーにつながることと思っております。また式典の最後には始球式が行われ、4月から新小学1年生になる松岡小春さんが力強い投球を披露しました。その後、地元ソフトボールチーム東温チャレンジャーとの親善試合も行われました。なお、新しく完成したこの球場には、球場の周辺に毎年美しく咲き誇る桜の木々にかけて、チェリーブロッサムボールパーク愛媛という名称が付けられました。ね、もうホームグラウンドを構えて定期的に練習をしようということで、山之内自治区の皆さんのご協力を得てこの度、グラウンドを、作ることになりました。当初は、監督さんがメジャーリーグのようなグラウンドを作るっていうことを言ってたんですけど、すごくまさかここまでできるとは思ってませんでした。はい、この球場は今後チーム専用のホームグラウンドとして選手たちがトレーニングを行ったり、他チームとの練習試合などに使う予定とのことです。またこの日は関係者が記念植樹も行いました。球場の小高い丘に植えられたのは、木製バットの原料としても使われる青玉の木。この木とともに成長していく選手たちの今後の活躍が期待されます。